憧れたのと父の影響を受けたからです。小学校1年生の時に浜松カバ野球スポーツ少年団で始めました。すごい小さい大会なんですけど準優勝したことです。中学は丸塚中学校野球部でやってました。すごい熱い先生なんですけど、その後の先生と一緒に3年間野球をやったことです。小さい時からの夢である甲子園出場という、まあ、夢を叶えるためです。先輩方の体がすごい大きくて、まずそれにびっくりしたのと、一つ一つに自分たちの考えを持ってっていうのがすごい効果的な練習、意味のある練習をしているなと感じました。去年の秋の県大会の3回戦で静岡商業にゴールド負けしたことです。まあ、自分の姿というものを客観的に見て、まあ、冷静に分析したり、苦しいことに逃げずに立ち向かったり、そういう心の強さだったり、まあ、周りの人の気持ちをしっかり考えて思いやる心というのを、高校野球で学びました。今まで高校野球28ヶ月やってきた中で最後、集大成となる、その自分たちの成果を最後の大会で発揮できるように頑張ろうという大好きです。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。